こんにちは、みなてゆうきです。この動画はですね、24回をやってこうと思っています。これトロフィー欲しいですよね。バトルメンバーの入れ替えが3回以内でクリア、コンティニューせずにクリア。ということで、やってきます。結構耐久寄りになってるんで、フルオートで、とりあえずどこまでいけるか、やってみます。なんかアンデッドついたな。なんかクリア系のやつが、入れとくと良さそうですね。大丈夫かな？聞いてない。もう一個。そんなに硬くないかも。85%。アンデッドついとるんよね。どうにかならんかな。3経過で消えるとかやったら嬉しいんだけど。65%。63。55。あんまり食らってないな。20万ぐらいしか食らってない。あと31%。25%。ウェーブ1はいけそうな感じはありますね。アンデッド消えないね。4%。これで次のウェーブに行けなかった。と、奥義温存して攻撃。これ多分いける。いけた。次、水属性。水属性ね。この敵はどんな感じなんやろ。そんなに強くはなさそう。うわ、マジで結構食らうな。そっかそっか。意外と食らう。げえ。どうする？これはまずいね。強い。こっちで行った方がいいんかな。ちなみにこれどんぐらい食らわせとるん？ 80 万。7万、20万。ああ。強いなー、これ。この敵は倒せそうにない。
なんでこんな強いんだろう。どうすればいいんですか。いや、マジどうしようね。困りましたな。あ、ミスった。バーミー使っちゃった。まあそんな日もある。ドルポないやろ。いや、サービー使ってしまったのちょっとでかいな。強いよ、敵に。死にそう。勝てんな。いやー、強いね。強いな。あんまひくらまんがよ。違うな、奥義女っつった。勝てない。強い。一回撤退しよう。強いね。どうしよう。
どうしようね。ちょっとリセットしよう。で、パーティー変えて、なんとなく思ったのは、なんかクリア系の何かを入れときたいって思ったから、これで、回復もなんか入れときたいよね。回復系のキャラをゴリゴリに詰め込んで。これで、ディスペルはいらないって分かったから、クリアオールで消せるんかな。一応リバイブ入れとくか。これで、あ、チタン変えればよかったね。まあ、いっか。再生効果。あれ、リセットしたよね。してないっぽいね。ちょっと撤退しよう。で、ついでに、キャラを変える。キャラじゃないな。コッキリン。入れよう。どこだ？オッケー。クエストに戻る。リセットして返し。倒せるかなー。アンデッド消えないの？こんなもんの？まあいいけど。91。ウェーブ1はなんか普通に倒せそうな感じはあるんですよね。あ、そっか、ミスった。そうだった。あ、攻撃ボタンがないんだけど。なんで？ 攻撃ができなく、あ、できた。
なんか状態異常無効とかのキャラクターがおればいいよね。後から探してみるか。なんでと消えないよね。回復したい。一回キャラクターを落とせばいいのか。そしたらアンデッド消えるよね。で、リバイブで復活させて、っていうのがいいかもしれん。17%。大丈夫。なんか弱体消去不可っぽいよね。倒せるかな？無理か。さすがに無理か。このターンでいける気がするね。はい。死んでないの？これでさすがに。オッケーオッケーオッケー。24の2、2セーブ目。リバイブして、アンデッド消えない。なるほど。どうですか。これは困りましたね。そういうことか。もうなんかめっちゃ食らっとる。いや、死んだ。
虐待を一つ感じる。まあ、大丈夫そう。ああ、毎ターン1点を減少する。こんなバカな。お、やば。めっちゃ食らうやん。これは勝てそうにないな。ええ、無理だ。どうしましょう。待てよ。なんかゴールデンピニャが使えるらしいんで、持っとったかな。なんかもうおらん気がする。おらん気しかせん。おらなさそうやよね。乗り込み。やっぱおらんわ。無理だ。そしたら無理ですね。倒せそうにない。どうしよっかな。
どうしようね。パーティー変えるか。一旦パーティー変えて。攻撃して死んできそうなやつを1番目に置いて、2番目に、弱体がつかなそうなやつがいいんだよね。これいけるかな？ソフィア抜いてノアでもいい気がするけど。ノアってどこにおんだ？これランバージャックどうしよう。クリアオールはいらないか。再生したら死んじゃうから、なんか弱体。これでいいか、とりあえず。これでいってみよう。アンデッドついたら極力回復はしない方向で攻撃してくる。いけるかなー。アビリティをバチバチに使ってって、なんとこいい感じ。いいんじゃない？37%。なんとか結構いいよ。24%。これ奥義温存しようかな。16。奥義100%で突破できるかな。いけそうな雰囲気あるな。あと4回ぐらい攻撃すれば。9%。7%。お、2%。あ、これいけるわ。こうして、突破した。
ウェブにデバフ入れる。で、扇オンにして攻撃。いやー、めっちゃ食らう。うん、92。いいよ。リバイブ使う。攻撃。シルバー多分落ちる。うわ、身の落ちた。マジ？メンバー交代しとく？とりあえず。あれ、ビーラじゃなくてソーンになってるわ。いいか。弱体無効。大丈夫。今んとこまで大丈夫。まあ攻撃しよっか。クリア使って。攻撃、もう一丁攻撃、特殊が飛んでくる。うえ、死にそう。59か。死にそうなんだよね。にそうだよ。55やろ。ひぃにそうだよ。大丈夫かな。でクリアで多分消えんよね、これ。回復負荷。そうだよね、消えないよね。やばいじゃん。48%。
すごい染みそうだよ。どうしようね。入れ替えるか。入れ替えて、いや、回復。いやー、どうやろうね。39。37。そろそろ回復ってもいい気もするけど。ほんで、どういうとくか。で、次のアニアビューって、これどうですか？ 28、27、26、25、幻影つけたいとこでもある。で、どうなった？ 19。結構いい感じじゃない？攻撃する。13。ちょっとやばいな。ちょっとやばいな。どうしようね。CT マックスだよ。どうしようね。これで、こうして。全然減らんくなったな。デバフがないからば。死んだわ。倒せないよー。ダメだ、倒せない。強いな。誰され？クリアはいらないか。お、3分の3までいった。
だけど、これもう勝ち目がないんだよな。全然くらまんが大丈夫かこれ。うぃえ、めちゃくちゃ痛いね。やばないこれ。2人で勝てるか。バリアと火星はつくけど、全然勝てる気しないんだよね。弱体無効バリア。恐怖がついてるね。いやー無理だー、勝てない。はい、勝てません。勝てないので今回のバブイールの塔は24回で断念って感じですね。これはもうなんかどう頑張っても勝てる気がしないんで、今回はここでリタイアします。っていうことで終わりますね。次来た時はもうちょっと進めるようになりたいって感じで、よければチャンネル登録とか、あと Twitter、Instagram やってるんで見ていただけると嬉しいです。それじゃあバイバイ。